小洗源治療は放射線療法の一種法、近接照射療法とも呼ばれる。外照射では遠隔に位置する照射装置から放射線が幹部に照射されるが、小洗源治療では対照的に放射線源が幹部の近傍に導入されて照射される。放射線源としては、半減期が59.6日で、ガンマ線を放出する要素125、半減期が73.8日で、 ベータ線を放出するイリジウム192のような放射性同位体が使用される。ハリチョウのカテーテルなどで腫瘍に送り込まれる。遠隔転移のない子宮頸がんに小線源治療が用いられる。外症者と小線源治療の併用療法は、外症者単独よりも治療成績が良い。小線源治療を正確に行えば、子宮頸部に抗線量を投与し、 隣接する臓器の線量を最低限にすることが可能である。前立腺がんの密封小腺炎治療治療後の単純 X 線写真。矢印は前立腺内に留置された宣言を示す。前立腺がんの小腺炎治療には密封小腺炎永久挿入療法と高腺量率組織内照者の2種類の方法がある。密封小腺炎永久挿入療法では125。 アイシード宣言を前立腺内に留置する。前立腺がんのリスク分類の中で、低リスク群は密封小宣言に永久挿入療法の単独治療が適用となる。低リスク群に対する密封小宣言に永久挿入療法は手術、外症者と同等の成績が得られる一方で、勃起不全や尿失禁などの有害事象は、より少ない。高線両立組織内症者は、 密封症宣言に永久挿入療法と比べると普及していないのが現状である。高校癌などに対して用いられる場合がある。放射性同位体から放出される。放射線で周囲の腫瘍に損傷を与える。ありがとうございます。